ロナルド・カークはアメリカ合衆国の政治家。1995年6月5日から2002年2月20日まで57代目、ダラス市長を務めた。2009年3月18日から2013年3月15日までアメリカ合衆国通商代表部の16代目、アメリカ合衆国通商代表を務めた。1954年6月27日に、 テキサス州オースティンにおいて誕生した。1972年にテキサス州ヒューストンのジョンイー・ジレーガン高校を卒業し、1976年にオースティン大学で政治学の学士号を取得した。そしてテキサス大学法科大学院で学んで1979年に法務博士号を取得し、テキサス州で弁護士として認可を受け、 1979年から1981年まで弁護士業を営んだ。カークが最初に政治に関与したのは18歳の時であった。カークは1972年アメリカ合衆国大統領選挙において民主党候補ジョージ・マクガバンの選挙ボランティアとなった。カークは高い評価を受けダラス地区の選挙本部での活動を任された。カークはアンディ・リチャーズ。 ビル・クリントン、ヒラリー・ローダムらと共に、ダラス地区での選挙運動に参加した。1981年に、テキサス州選出上院議員、ロイド・ベンツェンの事務所に入った。1983年に、テキサス州に帰郷して、衆議会でロビー活動を行って、ダラス市検事を務め、その後は法律事務所の経営を行った。1994年に、 テキサス州のアン・リーチャーズ州知事の下で97代目テキサス州州務長官を務めた。ロン・カーク1994年にダラス市長に立候補した。カークはダラスのビジネス界アフリカ系アメリカ人コミュニティの有力者から支持を集め得票率62%で勝利した。1995年からダラス市長として歴史的に対立を続けてきた市議会と 市教育委員会等を強調させることを試み、どうにか対立を収めることに成功して、調停者としての評判を獲得した。ダラス計画と呼ばれる25カ年の都市、改造計画を提起し、この計画においてダラスは、トリニティ川流域のおよそ4050ヘクタールを自然公園として、再開発する公共事業、トリニテ川プロジェクトを打ち出し、議論を引き起こした。 ダラスは2億4600万ドルをかけて公園ネットワークを構築することを求め、トリニティ川の氾濫源に高速道路を建設するよう働きかけた。またダラスは屋内競技施設アメリカンエアラインズセンターの建設を推進し、2001年の竣工まで工事経過を見守った。1999年のダラス市長選挙において、 得票率74%という地滑り的勝利で再選した。2001年に連邦上院議員への立候補を表明し、2002年の2月20日にダラス市長を辞任した。2002年の連邦上院議員選挙で共和党所属のテキサス州のジョン公認検事総長、及びリバタリアン党所属のスコット・ジェームソンと争った。この選挙は共和党の公認が 得票率55%で勝利を収め、得票率43%で敗れた。2002年の上院議員選挙に敗れた後は、ダラスで弁護士業に復帰した。カークは、ダラス市内の法律事務所、ガーディアウェイン・ンスーウェルに所属した。その後は2005年から、ヒューストンの法律事務所である、ビンソンエルキンズに経営パートナーとして加わった。2007年に、 電力会社であるエナジーフューチャーホールディングスで有給ロビーストとして雇われた。通商代表の指名を受けて会見するカーク2009年に大統領に就任したバラク・オバマ政権よりアメリカ合衆国通商代表部の代表に任命された。2013年にアメリカ合衆国通商代表部代表を退任。ありがとうございます。